はい、皆様こんにちは。こんにちは。本日はですね、アバベルオンラインの星野プロデューサーにゲストに来ていただきました。よろしくお願いします。告知でございます。はい、ですね、先日、発表させていただいた6月の、何日だっけな、20日から22日まで、はい、私が YouTube でライブ企画をやるのがあるんですけれども、はい、その、最終日22日日曜日の、8時から10時、はい、22日日曜日の8時から10時はですね、アバベルのお時間でございます。ありがとうございます。お願いします。で、そのアバベルの時間にどんなクエストがあるのか、実はですね、全員で挑むクエストが準備されてるんですよ。それを星野さんにご発表いただきましょう。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ですね、今回用意したのはですね、ゲリラクエストです。ゲリラクエスト。はい、ですね、全何ステージあるかちょっとまだ言えないんですけれども、ほうほう、それを1個ずつクリアしていくと、なんと魔石みんなに1個ずつ、1ステージにつき1個ずつ。それは全員が1個のステージを挑戦するんですか？そうですね、全員が。ゲリラクエストもそうなんですけれども、ほうほうほう、全員でボスを、わーっ、あれですよね、よくあるでっかいやつが1体いて何百人で囲いながらボッコボッコ殴るやつですよね。そうですね、それをみんなで挑むって、はいはい、すごいじゃないですか。で、こんなもう10個ぐらい確定じゃないですか、2時間あれば。いやそこは毎度毎度なんかよくわからないいつも冷や汗かくんですけど、はい、いや、こんなはずじゃなかったですこんなに、まあでも約束しちゃったからしょうがない。おー、素晴らしい。まあ、あげますっていう感じに なってるんですけども、まあ、今回も全10ステージ用意させていただきました。なるほど、なるほど。みんなで制限時間2時間、クリアして、ひたすらクリアに挑んでもらうみたいな。素晴らしい。で、だん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 こう難しくなっていく。まあそうですよね、まあ、そうですよね。敵が強敵になっていくんで。おお、いいですね、いいです。ってことはあれですね、はい、その22日日曜日の8時10時の2時間は、はい、私が、まあ、YouTube でずっとゲームを2時間やり続けるわけなんですけれども、はい、そのみんな私と一緒に倒そうっていう体ですね。そうですね、はい。で、私は死んだら生き返って、まあ、2時間ずっとリードし続けないとダメですから。じゃあたくさん準備しておけばいいんですね。いろんなものを、いろんなものを準備する、準備しておけばいいんですね。バッチリですよ、準備しておきますよ。2時間走り続けますよ。いや、でもそれだとあれなんで。え、あれですか。いやいや、大変じゃないですか。あ、大丈夫です、大丈夫です。だん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 敵強くなっていきます。まさか一撃で死んじゃうパターンとかたくさん出てきますか。場合によってはなんかもう上の方まで行って上のまずラストの方まで行くとやっぱり強敵になってくる。そういう時はマジ応援してますよ、端っこの方から。そうなんです。みんな頑張れ、みんな倒せっつって。いや、そしたらもうあれなんで、そしたらなんか1回ぐらいは多分みんなチャンスあげた方がいいのかなと思うんで、はいはいはい、じゃあなんかせっかくなんで YouTube のこの企画の記念として、じゃあそうですね、まずは奇跡の水とか準備。奇跡の水はあれでしたっけ、 DP 回復できるですよ。違う、使ったことあると思うんですけれども。あると思います。私あんまりアイテムの名前を見ずに使ってるんで。何でしたっけ、その場で復活する。ああ、それもらえるんですか。それ結構高くなかったでしたっけ。いや、そんなことないです。なんでそうですね、みんなにとりあえず事前に。素晴らしい、1個ありがとうございます。はい、で、あとは多分ですけど、はい、こう全十何ステージであるので、はいはいはい、多分最後まで行くのに。で、ゲリラクエストって DP 消費するじゃん。使いますね。それもつけましょうか。大盤振る舞いじゃないですか。いや、せっかくのイベントの記念なんで。ありがとうございます。やりましょうっていう感じ。それ配布されるんですね。配布します。あ、運営からメールでポンっていただいて受け取るっていう感じですか。それとも起動した時にファーってもらえるみたいな。メールで多分送られる。ありがとうございます。いただきます。それでこう万全の準備をしていただければ。わかりました。で、2時間どこまで行く、どこまで行くか。2時間限定のクエストなんです。2時間限定です。もうそこでしか挑戦できない、挑戦できないクエスト。わかりました。皆さん、そういうわけで、6月の22日日曜日、8時から10時までぜひともアバベルにお集まりください。私と一緒に戦いに行きましょう。で、2時間駆け抜けて、1ステージクリアするごとに、あ、ってことはあれですよね、挑戦するぞで9時ぐらいに遅れてやってきたわ、はい、とかっていうと
その段階で例えば7までステージ進んでたら7からみんな入ってくるんですかね。そうですね、あの途中参加も全然できるんで、あのぜひ皆さん参加していただければなと思います。そうですね、そうですね、はい、了解でございます。じゃあ私は8時からステージ1からスタートして駆け抜けておりますけれども、はい、皆様あのいつでも参加できます。その2時間内であれば途中から参加いただいて助太刀いただいてもいいですし、終始ずっと一緒に戦っていただいてもいいですし、あのぜひとも、アバベルで、2時間戦い続けましょう、はい。ちなみにそれってクエストどこから行くようになるんですか。ですね、いつも の, あのクエスト受け、はいはいはい、ダンジョン受け付けのクエストから受けます。了解でございます。じゃああれですね、皆さん1000人、2000人、3000人、5000人とあのボコボコにしてボスを倒しましょう。星野さんにまた一泡吹かせてやりましょう。ちょっとはい、じゃあそんなわけで、皆様、6月の22日、日曜日8時からはアバベルの2時間がございます。皆様何卒お楽しみに。よろしくお願いします。 YouTube でお会いしましょう。ありがとうございました。あとゲームの中でも一緒に戦いましょう。ありがとうございました。皆様ご視聴ありがとうございました。マックス村井チャンネル、チャンネル登録がお済みではない方はぜひともこちらのボタンから登録ください。スマホの方は概要欄にリンクがございますので、そちらからどうぞ登録をよろしくお願いいたします。そしてマックス村井アプリが iPhone 版 Android 版両方ございます。この YouTube チャンネルの動画だったりとか私の日記が非常に見やすいものとなっておりますので、どうぞそちらもダウンロードください。リンクは同じく概要欄にございますので、そちらからどうぞダウンロードで